よし、やっていきましょう。ドリームアブーズメントですね。で、今回ちょっと BGM を変えてみました。なんか変えられるみたいなんで、ちょっとこの落ち着きのあるね、ムーディーな感じの遊園地にしようかなと思います。で、コース設計なんですけど、ちょっとお客様はまだスリルが足りないということで、振り回したりゲロ吐いたり失禁したり、あとね、いろいろやってるんですけど、それでもまだまだ刺激が足りないってことなんで、ちょっとじゃあ奇抜なコースターでも作っていきたいんですけど、いかんせんお金がね、ちょっとまだ足りないんですよ。なのでお金貯まるまで、ちょっといろいろとね、施設とかを、作っていきたいなと思います。まあ施設作ってる間にどんどんお金も減ってっちゃうんですけど、かなりね、あのお金が、おお、スターライドだって、またできたね、うん。で、結構ね、お金の増えるスピードが早いんで、ちょこまか作ってるうちに2、3万ゴールドぐらいだったらすぐ行くんじゃないかなと思うんで、ちょっと作っていきます。で、まずは発展場を発展させていこうかなと思います。あのね、集客の要であるこの発展場なんですけど、ちょっといかんせんマンネリ化しすぎてて、お客様もね、ちょっと楽しめないんじゃないかなと思うんで、ちょっとね、VIP コースを作ったんで、これの後ろにさらにね、超 VIP 席みたいなのを作ろうかなと思います。で、オブジェクトで、ちょっとね、これ、フレームですか、うん、フレームで囲って、この敷居内、ちょっとでけえな。これだとって、ちょっと、プライバシーの侵害になっちゃうんで、どうしようかな。これぐらいの大きさ、これぐらいの柵を設けます。で、こちらは、入場するには、この青い小屋を通ってないと入れないと、うん。そういうスペースにしたいと思います。ちょっと木が邪魔だな。木で、このフレームのスペース、これを隠しましょうか。木をたくさん置いて、木どこだ、木。一本杉じゃなくて、これ、桜でもいいけどね。この木で覆うと。いいんじゃない？ちょっと濃厚な木にしとこうかね。周りからは絶対見えないように、プライバシーの侵害になっちゃうんで、うん、この柵のスペースは、頑張って守っていきますよ。いい感じじゃん。これもちょっと入り口ね。こういう感じで。ここにちょっと入るスペースがありまして、こっから後ろにね、こういうスペース。やり場、うん、やり場みたいなの作る。いいんじゃないかな。ちょっといい、なんか遊具とか置きたいね。なんかないかな、木馬みたいな。なんかね、ちょっと遊戯的なもの。まあ最終的にはこうなっちゃいますよね。結局こっちに戻るんかいみたいなね。ここでまあ発展させて、で、ここで飽きちゃった人、まあちょっと野外は嫌だなっていう人は、ここの青い小屋で過ごしてもらって、でも最終的にはやっぱりこっちに戻ってきちゃうみたいな。ね、これで計10個作ったんで、これで休まず上できるんじゃないかな。いい感じ。森でもね、プライベートでね、あの、プライバシーの侵害にもね、ちゃんとね、あの、考慮した作りになってるんで、これでいいんじゃないかな。うん、森でちゃんと隠して、で、見えると。住宅街からちょっと丸見えなんですけど、あ、なに、トップスピンだって。トップスピン、どんなのだろう、ちょっと作ってみたいな。ちょっと住宅街から丸見えなんですけど、こちらはまあサービスの一環としてね、うん、これを見た男性がちょっとホモに目覚めちゃうみたいな、なんていうんですかね、ホモ増殖計画。それでいいんじゃないかな、うん、そうすればね、うちの入園者数もね、どんどん増えるんで、ホモが増えればうちの利益が儲かるみたいな。利益が儲かるっておかしいな。あ、ファイアードラゴンだって。かっこいい。作りたい。とりあえず新しくできたオブジェクト、それをちょっと作っていこうか。せっかくなんだからね。お金がたまんないけど。アトラクションが増えれば人も増えるはず。UFO、スターシップ、マジックカーペット、スターライズだって。これなんだろう。これなんか乗り物っていうよりもアトラクションみたいな感じだよね。なんか、あれかな、お化け屋敷みたいに入れるやつかな。トップスピン。あ、これは多分視点変更兵だね。スターライト作ってみようか。どこら辺に作る？もう作る場所が限られてきちゃうからな。じゃあ、ここら辺？お、何？緑が多い遊園地としてペアに掲載された。やった、50% 増だって。やべえ、ホモを隠すための森が功を奏した。やったじゃん。ホモ様々だね。はい、いいわ。これちょっと入ってみたいな。ちょっとフリーウォークで入ってみる？どんなのだろう？ちょっと見てみよう。おー、かっこいい。なんだろうこれ、スター黒。入ってみようぜ。入れるかな？あれ？入れない。またこれ入れない系なの？え、マジかよ。せっかく作ったのに入れないとか、チョベリバなんだけど、チョベリバ。こんにちは。次何乗るか？めっちゃ人気だね。え、マジかよ。超ショックなんだけど。そっか、こ
こういう系の乗り物もあるわけね。うわ、超入りたかった。まあ、仕方ないか。じゃあ今ちょっとどんな感じ？1103点。おー、襲撃力 150% だって、めっちゃ高いじゃん。あとコースター次第だね。4796人、やっべ人入りすぎでしょ。すごいな、アブーズメン。絶対これ発展場効果じゃん。発展場を発展させたらこんなに人が来るなんて、様々だな。お、最高高度 150m だって。やったね、1回目と同じ高さになった。じゃあアトラクションも、お金3万貯まったら新しいコースター作ろうか。あ、じゃあスタッフのあれも作っとかないとね今までスタッフのみんなどこにいたんだろうどこで暮らしてたんだろうね。まあちょっとね、スタッフの環境も良くしないとやっぱりね、クレームが出ちゃうんで、スタッフ側から。スタッフどこだっけ、建物これか、青い小屋、これがスタッフルームと。 OK。 あと手術室も作っとかないとね。ちょっと怪我されたお客様がね、いらっしゃるかもしれないんで、その場合はちょっと私がね、執刀医になるので大丈夫ですよ、うん、安全性をモットーにしてるんでね。赤い家、うん、血の色ですね。 OK。 これで手術は完璧ね。みんなたくさん怪我してね、こっちが儲かるんで、たくさん振り落とされてね。よしよしよし。あとはなんだろう、飲食店かな。これ飲食店の数が少ないといろいろね言われちゃうんで。メリーゴーランド、メリーゴーランドとかもあったよね。お金貯めたいな、ちょっと時間過ぎる。フリーウォークしてお化け屋敷でも入ってようかあ、スペースライドだって、新しいの来たよ。スペースライド、どんなの。アトラクション、お、これこそまた入れるんじゃない。いやでも詐欺っぽいな、またこれ作ってまた入れないみたいな、ピラミッド方式なんでしょ。ちょっと高いしやめときます。ちょっとフリーウォークしてお化け屋敷入って、でちょっと時間過ぎるの待とうか。なんかね、お化け屋敷に入ると4日ぐらい経つんでしょあれなぜかお化け屋敷の中で4日間も滞在して、どんだけ長いんだっつう話ですけどね。まあでも時間潰せるならいいんじゃないかな、お金もたまらし。ちょっと入っていきます。レベル3です。なんか喋ってんのがいきなりですか。こんにちは。うわー、近くで見るとチープだね。全然怖くないじゃん、よく見たら。バイブレーションやめて、バイブレーションやめて、コントローラーのバイブレーションやめて。バイブレーションマジ怖いからさ。でこれ喋るのもやめて、この喋ってる人をクビにします。私今ね、人事も採用してますよ。人事も採用してて、どういうこと。ね、バイブレーションだけはやめて、バイブレーション機能やめて。あ、でも思ったよ、まあ、レベル3って言っても、まだレベル3だから、レベル何まであるか分かんないけど。なんかね、レベル10までクリアすると、フリーパスがもらえるらしいんですよ。それちょっと欲しいよね。もう、券売機でわざわざ買わなくてもよくなるんで、フリーパスは欲しい。でもレベル10ってどれぐらい難しいんだろうね。でもレベル2はそこまででもなかったし、だからすっげえ複雑なんだけど、やべえ。もう今どこにいるか俺分かんないもん。入り口がどっかも分かんねえ。やべえな。これ何になったらゲームオーバー？この例に触れたらダメとかそういうことないよね。めっちゃ揺れてる、やべえ。追いかけてみる。急に振り向いたりしないよね。顔とか見えないけど大丈夫。この揺れ何なのマジで。何かが近づいてるってこと？すっごい揺れてる。なんか血に濡れてたんだけど、怖っ。ビビった今の、やば。すっげえ鳥肌立った。あ、そういうことがあんだ。このバイブレーションはあれか、お化けが近づいてきてるよってことなの。ちょ、君ずっと後ろいたってこと。やめてよそういうの、マジでやめてほしいんだけど人を、人じゃない、お化け、お化け多すぎる。あ、すっごい揺れてる、すっごい揺れてる、怖い怖い。伝わらない、見てる人に伝わらないこの怖さ、この揺れ。あ、やったー、よかったー。ハインバーテッドだって、お金もすごい溜まってる。え、パイレーツだって、パイレーツだって、オブカリビアン、オブカリビアンだ。やべ、すっげえできてんじゃん。アトラクションちょっと見てみる。でももうお金貯まったからな。あ、パイレーツ、これ面白そうじゃん、視点変更系だけど。あー、なるほど。じゃとりあえずもう貯めちゃっていい、貯めちゃってね、作っちゃっていいかな。多分このペースなら作っても借金になってもすぐ返せるような気がする。とりあえずセーブだけして作ろう。よし、じゃあ作ります。じゃあ新規で作っていきましょうか。で、種類、インバーデッドだって。吊り下げ式のコースターです。角度は固定されています。おお、
スピードが出るために G に注意が必要です。マシンは慎重に選びましょう。あ、角度が固定されてるってどういうこと。吊り下げ式、あ、サスペンデッド、懸垂式のコースター、角度が固定されていないので大きく揺れます。あ、それも面白そう。あ、揺れを生かしたスリルあるコース設計。なんかね、このね、巻き上げ式が一番いいような気がするんだけどな。往復タイプ、リニアブーストで一気に加速。順番でリニアブーストやってから往復タイプやってみようか。で、今回は高さも作りつつ G も作りたいんで、あれ、なんか向きが逆になってる。後ろから出るの、どういうこと。作りの構造がいまいちよくわかんないけど、あー、そういうことか。往復式だからググって最初上がっていって、で頂点まで行ったらグーッと下がっていくって感じか。下がってで進むって感じ。それはどうなんだろう。後ろ向きになるってことか。お客様は後ろ向きでスタートしてって感じか。それちょっとつまらん。もう吊り下げ式、じゃあこれやってみる。インバーテッド、せっかくだしね。どんな感じになるか。で、おお、あんまり変わってないね。じゃあこれで作っていきます。どんな感じになるか。OK、 これでいいんじゃないかな。ちょっと今回はコンセプトを変えて密着型コースターにしてみました。この存分にうねうねをね駆使したコースター、触れるか触れないかギリギリのところの線路、完璧なんじゃないですかね。これでかなりの恐怖を味わえるんじゃないかな。ちょっとテスト走行してみます。どんな感じになるかな。今回はどうしよう。前方固定シート、お客様目線なんで最初コースターでやってみようか。どんな感じになるか。やーべー、めっちゃうねってるこれ。すごい速さでみんなゲロ吐いて行方不明になってんだけど、これいいじゃない。湿菌もかなり多い。やった、26人も漏らした。2人ほど漏らせなかったけどね。今回いいんじゃないこれ。どんな感じ。多分湿菌以外全員ノックアウトできたんじゃないかな。お、いい感じ。これで刺激が足りないなんやって言う人いないでしょ。ほとんど真っ赤。これ安全性がちょっと問題視されるけど、まあ吹っ飛ばされてないから大丈夫だよね。ちょっとお客様目線で見たいんで、どうしよう。前方、これがいいかな。これでちょっと見ていこうか。どんな感じになるのか。ちょっとすごい酔いそうだけどね。うわ、怖っ、すげえバイブレーション。やべ、バイブレーションもすごいけど、もう目線がどうなってるかわかんないんだけど、これ。こりゃ酔うわ。こりゃ記憶ある方がおかしいわ。よし、これで OK。これでちょっと運営してみようぜ。これでどんな感じになるか。すっげー安全性でマイナスされそうだけど、どうでしょう。で、これデータ見てみる。どんな感じ。あ、違う、入場者数とか。やべえ、マイナス1620とか。あ、これダメだ。入場者数一気に下がるタイプだこれ。次の日だったらどれくらい下がってる人数、ちょっと見てみようか。だってスリルが欲しいっつからこんな密着型にしたのに。さあ、1日経ちましたけど、あ、でもそんなに減ってない。でもやっぱ収入は下がっちゃうんだね。マジか、すっげえ頑張って作ったのに。めっちゃ揺れてる。早い。これあれ、やっぱり奇抜な感じのやつにしちゃうと経営成り立たないんだな。仕方ないね。まあ経営モードだからね。じゃあ今度はちゃんとしっかりした作りで稼げる遊園地を作ります。よし、こんな感じかな。なんか普通な感じになったけど、でもこれで多分安全性もいいし、スピードも出るし、高さもあるからね、お客様からの不満というか経営的にはいいんじゃないかな。ちょっとクリエイター的には全く納得できないけど。まあこんな感じでいいか。で、最初はまあグーッと上げて、高度を上げて、スピード出すためにね。で、一気に急加工しながら3回転。ここでね、だいぶね、スリルとスピードがアップするんで、得点高くなるんじゃないかな。で、回転が結構そのお客様に負担をせずにスリルをアップさせるいい方法みたいなんで、なるべく回転を増やしました。
ちょっと乗ってみる。じゃああまりスリルはないと思うけど、なんか普通すぎてね。じゃあまずコースター目線から。オート視点でもいいな。オート視点にしとこうか。チョイス、あ、チョイスにしとこう。おー、ぐーっと上がって、あ、こう見ると迫力あるじゃん。ぐーっと上がっていってからの急降下しての3回転。これでも結構出てんだね、スピード100キロ近く。おお、あ、スピード上がるね、結構。170キロぐらいまで上げたいんだけど。すごい緩やかに。でも160キロ出てるんだ、これで。吊り下げ式だから、すごい G に強いから、なかなかいいんですけど。もういい感じじゃん。普通の遊園地っぽいけど。これならお客さんもたくさん来るんじゃないかな。まあ仕方ないか。自分のやりたいことをやるためには、やっぱり経営を良くしていかなきゃいけないからね。ジェットコースターは普通になっちゃうか。まあ仕方ない。これでじゃあちょっと、51,300。かなり痛い出費だけど。これでいきましょう。うわ、22,000か。さあ、どんな感じになるか。データは行方不明。安全性、これでマイナス502なんだ。でもスリルが2053だから、これ相当いいんじゃないの。イベントによる襲撃。これでも 80% か。でもこれで多分いけるような気がする。これちょっと経営してみようか。今2000人ぐらいだったけど、1日でどれぐらい変わるか。おお、びっくりした。あ、三角で変えられるんだ、いきなりジェットコースター視点に。そんなこともできるんだね。ちょっと待って、データね。こんな感じ。あー、でもめっちゃ増えてんじゃん、3109って。これいいんじゃないかな。これで借金さえ返してくれれば。こんな感じか。じゃあこれ時が経つの待つ。でも2万円ってかなり厳しいよね。ちょっと借金でゲームオーバーになっちゃうけど、このコースターを作れば3万人いくのか。すげえな。これはいいな。2万1000か。これお化け屋敷でなんかさ、4日間過ごせるとかそういうことはない。ここの中に入れればゲームオーバーにならないとかそういうことないかな。2万2000めっちゃ増えてるもんね。うわー、これはちょっと行きたいな。投資、宣伝費か。宣伝費がでかいんだよな。宣伝してるからこそこんなに人が来るわけだからね。あれだな、ステーションをそのモダンなやつにしなければ借金返せそうな気がする。じゃあステーションをちょっと普通のにして、あ、観覧車だって。観覧車いいじゃん。そしや借金も返せるし経営もできそう。なるほどね。でもコースター自体はすごい好評だったから、これで作ろうか。なんとか金を工面して。終わりました。ちょっと作ってみます、もう一回。よし、これで42,200でしょ。で、OK する。で、作ったら、すぐに、投資の宣伝費以外、これをゼロにします。宣伝費はかけておいた方が絶対に儲かるんでね。1000はかけておくと。で、この状態で1週間、フリーウォークで、この、返却口から1ゴールド、これをちょっとなんとか、稼いでいきたいと思います。頑張ります。OK。これで、とりあえずは、いいのかな。で、ちょっと待って、宣伝費。宣伝費を、ちょっと、次の日にちまでゼロにしとこうか。これでゼロにしとけば、借金なんないもんね。これでなんとか、7日連続借金は逃れられるんじゃないかな。で、次の日になったらまた1000あげればいいか。OK。これでいいんじゃないかな。よし、OK。これで、なんとか乗り越えました。ありがとうございます。疲れた。これ、あれだな。自販機で拾わなくてもやり過ごせたっぽいな。まあいいか。とりあえずじゃあもう一回1000円まで戻して。いやー、疲れた。でもなんとか経営状態は戻りました。ありがとうございます。これでだいぶ人入るんじゃないかな。ちょっとコースターも新しくしたからスリルもね、いいわけでしょ。どれくらい入ってんの。うおー、23,517人。これいいじゃない。めちゃめちゃ最高じゃん。これしばらくは経営安泰そうだね。オッケーオッケー。じゃあどんどんアトラクションも作っていっちゃおうか。アトラクションでポイントも稼ぎたいしね。で、これ位置も変えたいしね。あと寂しいもんね、なんかここら辺とか。奥の方にもなんか作りたいよね。そうだこれ。モードが変えられるんですよ、セッティングで。時間帯とか。
お、夕方のちょっとムーディーな感じと、あ、夜いいじゃない、夜。夜な感じ。ゴーカートとかすごいライトアップされて綺麗だね。へぇ、あー、コーヒーカップもめっちゃ綺麗。このカップル来るわな。すごい綺麗綺麗。いいじゃん。あ、このツインタワーもすごい綺麗。あ、スタッフもちゃんと明かりついてるね。ちゃんと仕事してるかな、こいつら。大丈夫かな。急になんかね、調べに行かないと、ちゃんと働いてるから。発展されてるんだね、きっと。あれ、心なしかトイレもみんな光ってる。みんな発展してんのかな。発展祭りなのかな。あ、音ドックもちゃんと経営してる。ここで受付してるんでね、ちゃんと。すごい明るい家族ケーキも光ってるね。いやー、今日もいい感じだわ。すごいいい感じに育ったね。じゃあ、とりあえず今日はこれぐらいにしようか。収録時間、もう2時間くらいになってんだけど、これ、編集したらどれくらいになっちゃうんだろう。20分くらいになっちゃう。そうなんだもん。編集して、ちょっとやばい感じだったらもうちょっと撮ります、じゃあ。もうちょっとだけ撮ろうか。で、あとは、この周りの風景、これ住宅街なんですけど、これも変えられるんだよね。あ、年しちゃった。なんでちょっと変えてみようか。セッティングで、ロケーションこれ。これで、どう変えんの？ロケーション。おー、すごい！海になった。これいいじゃん。ほら、浜辺みたいで、島の遊園地。あ、これすごい。他にはどんなの？住宅街と、あれ？住宅街とこれしかないの？あ、マジ？それだったらこの海の真ん中がいいよね。なんかね、島に囲まれてすごいいい感じじゃん。あ、なに？やった、また増えた。めっちゃ増えんじゃん。50% とどれぐらい増えんの？今入場者数が26,530。やばいね。1ヶ月で11万人も来てんじゃん。1日で4000人。やばいじゃん、すごいじゃん。150%。あ、これで 50% 上がってるか。だったらアトラクションもっと増やしてもいいんじゃない？アトラクションのポイント増やそうぜ。ここに、なんかあったよね、オブジェクトで。あ、スペースライド。これもちょっと乗ってみたいな。なんだ。メリーゴーランド。これとかもここら辺に作っとこうぜ。ねえ。いい感じ。どんどん増える。経営モードって何すればクリアなんだっけ？じゃあ、あとは、あれあれ。スペースライド。これも作っとこうぜ。スペースライドは、じゃあ、どうしようかな。位置が困るな、位置。スペースライド。ここら辺にしようか、茂みの奥で。あれ？オブジェクトを削除するか、こうする。あ！もうこれ以上出せないんだ。マジか。223オブジェクトで118ポイント。なんかすごい質素。これで完成しちゃったってこと？あ、マジか。なんかちょっと悲しいね。せっかく作ったのに。これ以上はもう作れないと。でっかいやつはもう作れないって感じだね。まあ仕方ないか。じゃあとりあえず今日はこれぐらいにしようか。はい。でもドリームアムズメントも結構いい感じになってきたんで、じゃあ次回最終回ということで最終仕上げに行きましょうか。はい。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。お疲れ様でした。バイバイ。